悲しいかな。もはや北条里子という人間は不幸に身を浸し、周囲から同情されている時だけが幸せなのだな。その閲楽を得るためだけに駒を操り、人の心をもてあそぶか。まったく。どうしたの、里子。里子、お前。それはもう人ではなく魔女であるな。大丈夫かよ、里子。なんだよ。